どうも、武蔵先生です。ということで、昨日7月の25日ですね、介護の学校行ってきました。で、学校終わってからそのまま夜勤で日勤っていうね、過酷な勤務を終えまして、で、家に帰ってきたんですよ。クタクタになってね。で、アロマの動画1本ちょっと撮ろうと思ったんですけれどもね、今Amazon プライムで、ね、アマプラ、これでね、結構隙間時間、大体勤務と勤務の間にね、家にいる感じなんですけれども、映画をね、2本見ました。主にね、SF も好きなんですけれども、ホラー映画がね、好きでね、学校行く日なんかも、その日の朝3時過ぎぐらいまでずっと YouTube でシネスポットのね、いろんな YouTuber のシネスポットの動画とかをね、見てましたけれども、今日見た映画がですね、まず1本がね、洋画だったんですよ。ミラーズってやつね、呪音鏡っていうなんかサブタイトルがついてまして、こちらはね、フランスの映画なのかな。そのキャストさんたちが喋ってる言葉がね、ちょっとフランス語っぽかった、英語じゃなくてね。これはね、面白かった。内容的にはね、なんか鏡の前で、スペードの女王だったかなっていう、なんか悪魔だかなんだかみたいなやつを呼び出す、ちょっとしたね、儀式、おふざけでやったんですけれどもね。まあそこからちょっとね、みんなバタバタとこう、殺されていくみたいなね、そんなストーリーだったんですけどもね、これ面白かった。でね、出てるその俳優さん、女優さんなんかもね、まあ可愛いんだよね、やっぱりね、外人さんはね、やっぱ日本人は絶対勝てない、外人さんにはね。で、これ面白かった。でね、もう一本ですね、そう、今までね、500円だったの、レンタルで。アマプラって全部が全部無料じゃなくてね、なんかレンタル料払わないと見れないとかね、そういうやつがあるんですけれどもね、去年ね、2020年に公開されて、その当時酷評だったね、犬鳴き村ですよ。犬鳴き村といえば、旧犬鳴きトンネルね、日本の中で最強の心霊スポットって言われてる場所ね。今はこうトンネルがあって、こうブロックでね、コンクリートのブロックでバーンってこう埋められてて、前まで、ちょっと前まではこの、ね、上の部分だけはね、こう隙間が空いてたからよじ登って中に入れたんだけれども、今現在はね、もうその隙間の部分もね、こうダーンっつってね、コンクリートで埋め尽くされちゃって、もう完全に中には入れない、まあそれさておきましてね、その去年公開当時からもう酷評の嵐だった犬鳴き村が、なんと500円からね、無料になってたんですよね。これは見るべと思ってね、見たんですよね。冒頭のね、予告編というのはもうその公開当時にね、一回見てるんですけどもね、まあほんとね、もうその時点でもうクソっぷりがね、プンプンしてたんですけれども、見終わった感想でございます。いやー、これね、劇場で見たらほんとマジギレするわっていうぐらい涙が止まらないというね、そんな感じでしたね。当時ね、犬鳴き村を見ようか、怪獣ファイナルを見ようかって迷ったんですよね。で、あまりにもね、評価が悪かったもんですから、怪獣ファイナルを見たんですよね。で、怪獣ファイナルも劇場版ね、あれオリジナルストーリーでね、途中寝ちゃったのよ。で、寝ちゃってよく内容がね、分かんなかったんだけれども、最近ね、アマプラで、怪獣ファイナル無料で見れたんで、もう一回見直したのよ。まあ、もう一回見たらね、まあ、そこそこ面白かった。ですけども、やっぱね、怪獣といえば、前作のね、パチンコ沼編ね、あれね、漫画でもね、アニメでもね、見てるんですけどもね、昔にね。あれ面白かった。で、ファイナルはね、ちょっとオリジナルストーリーで、盛り上がりに欠けたかなっていうね、まあ面白かったけどもね、犬鳴き村に比べたら、まあ何倍も面白かった。そう、犬鳴き村ね、なんであんななのかね、清水崇監督ね、あれで怖いと思ったのかね、なんか日本のホラー映画って独特の間があって、なんかそれがね、恐怖を演出してるみたいなね、ところがあるんだけれども、そのね、間の使い方もね、使い方によってはただイライラするだけなんでね、まあそのいわゆるイライラする間の使い方っていうんですか、説明も不足だしね、キャストさんもね、有名どころも出てるんですよ。高嶋政信さんとか、高嶋玲子さん、あとね、沖縄めぐみちゃんも出てたね。その俳優さんたちのね、演技はまあ全然いいんだけれどもね、他のまたキャストさん、あんまりね、知らない人ばっかりだったんだけどもね、まあひどい、個人的感想ですよ。まあひどかったね、もうイライラするしね。で、ストーリー、もうね、ストーリー自体がもうね、ダサ作でしたね。個人的感想ですよ。
そう、なんであんなストーリーなんだよってぐらいね、それもまたこう分かりづらいんだよね。あのもうちょっとこうね、セリフとかナレーションはいいか、別にセリフ回しでね、もっとこう分かりやすくね、あとテンポよくサクサク進めやれね、またちょっと変わってきたと思うんですけどもね、まあクソでしたね。ということでね、あの今 Amazon プライム、ほんとね、多分昨日今日ぐらいなんじゃないかな、追加されたと思いますので、無料でね、ぜひね、興味ある方見てみてください。中にはね、とっても面白いってね、思う方もねいらっしゃるはずなんですけれどもね、まあ武蔵先生はね、今回はその大多数の意見ね、もうほんとクソでしたっていうね、感想でした。よかったら見てみてください。はい、ということでですね、アロマの動画ちょっと今回ね一旦お休みさせてもらって、あまりにも犬鳴き村がひどかったんでね、それについてちょっとね語ってみました。まあこの動画の編集もあるんでね、またここから2時間ぐらい起きてると思うんですけれども、頑張りたいと思います。ということでですね、また次回ねアロマの動画をねちゃんと出したいと思います。そろそろあのインストラクターで学ぶべき範囲のところに差し掛かろうか今迷ってる最中でございましてね、また次の動画でお会いしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。